来さん谷崎潤一郎「今日不振道楽の人が純日本風の家屋を建てて住まおうとすると電気やガスや水道等のとつけ方に苦心を払い何とかしてそれらの施設が日本座敷と調和するように工夫を凝らすかぜ風があるのは自分で家を建てた経験のないものでも」 町い料理や旅館等の座敷へ入ってみれば常に気が付くことであろう。独りよがりの茶人などが科学文明の温卓を度外視して、偏僻な田舎にでも草案を営むなら、格別、いやしくも、相当の家族を要して都会に住居する以上、いくら日本風にするからといって、近代生活に必要な暖房や照明や衛星の設備を退けるわけにはいかない。 小理性の人は電話一つ取り付けるにも頭を悩まして梯子段の裏とか廊下の隅とかできるだけ目障りにならない場所に持っていくその他庭の電線は地下線にし部屋のスイッチは押し入れや地袋の中に隠しコードは屏風の影をはわすといろいろ考えた挙句中には神経質に作為をしすぎて かえってうるさく感じられるような場合もある。実際、伝統などは、もう、我々の目の方が慣れっこになってしまっているから、生地なことをするよりは、あの在来の乳白ガラスの浅いシェードをつけて、玉をむき出しに見せておく方が、自然で、素朴な気持ちもする。夕方、汽車の窓などから、田舎の景色を眺めている時、かやぶきの百姓家の障子の陰に、 今では時代遅れの下あの浅いシェードをつけた電球がぽつんと灯っているのを見ると不流にさえ思えるのであるしかし扇風機などというものになるとあの音響といい携帯といい未だに日本座敷とは調和しにくいそれも普通の家庭なら嫌なら使わないでも済むが夏向き逆商売の家などでは主人の趣味にばかりこびるわけにいかない 私の友人の偕楽園主人は、ずいぶん不審に凝る方であるが、扇風機を嫌って、久しい間客間に取り付けずにいたところ、毎年夏になると、逆から苦情が出るために、結局、我を追って使うようになってしまった。かくいう私なぞも、千年、身分不相応な大金を投じて家を建てたとき、それに似たような経験を持っているが、 細かい建具や器具の末まで気にしだしたら、主事な困難に行き当たる。例えば、障子一枚にしても、趣味から言えばガラスを噛めたくないけれども、そうかといって、徹底的に紙ばかりを使おうとすれば、再高や戸締まり等の点で差し支えが起こる。読んどころなく、内側を紙張りにして、外側をガラス張りにする。そうするためには、 表と裏と架け橋を二重にする必要があり、従って費用もかさむのであるが、さてそんなにまでしてみても、外から見ればただのガラス戸であり、内から見れば、紙の後ろにガラスがあるので、やはり本当の紙障子のような、ふっくらした柔らかみがなく、嫌味なものになりがちである。そのくらいなら、ただのガラス戸にした方が良かったと、やっとその時に後悔するが。 他人の場合は笑えても自分の場合はそこまでやってみないことにはなかなか諦めがつきにくい近代伝統の器具などはアンどン式のものひさげとも式のもの八方式のもの食大式のものと日本座式に調和するものがいろいろ売り出されているが私はそれでも気に入らないで昔の石油ランプや有明安どや枕安どんを振る道具屋から探してきて それへ電球を取り,付けたりした分けても苦心したのは暖房の設計であった。というのはおよそストーブと名の付くもので日本座敷に調和するような形態のものは一つもない。その上ガスストーブはボーボー燃える音がするしまた煙突でもつけないことにはじきに頭痛がしてくるしそういう点では理想的だといわれる電気ストーブにしても。 携帯の面白くないことは同様である電車で使っているようなヒーターを地袋の中へ取り付けるのは一作だけれどもやはり赤い日が見えないと冬らしい気分にならないし家族の団らんにも不便である私はいろいろ知恵を絞って百姓家にあるような大きな炉を作り中へ電気済みを仕込んでみたがこれは。 湯を沸かすにも部屋を温めるにも都合がよく、費用がかさむという点を除けば、様式としては、まず成功の部類であった。で、暖房の方は、それで、どうやらうまくいくけれども、次に困るのは、浴室と革屋である。偕楽園主人は、浴槽や流しにタイルを張ることを嫌がって、お客用の風呂場を、純然たる木造にしているが、 経済や実用の点からはタイルの方がバンバン勝っていることは言うまでもないただ天井柱はめ板等に結構な日本材を使った場合一部分をあのけばけばしいタイルにしてはいかにも全体との移りが悪いできたてのうちはまだいいがおいおい年数がたって板や柱に木目の味が出てきた自分タイルばかりが 白くツルツルに光っていられたらそれこそ木に竹を継いだようであるでも浴室は趣味のために実用の方を幾分犠牲に供しても済むけれども川屋になると一層厄介な問題が起こるのである私は京都や奈良の寺院へ行って昔風の薄暗いそうしてしかも掃除の行き届いた川屋へ案内されるごとに つくづくづ日本建築のありがたみを感じる茶の間もいいにはいいけれども日本の川屋は実に精神が休まるようにできているそれらは必ず母屋から離れて青葉の匂いや苔の匂いのしてくるような植え込みの陰に設けてあり廊下を伝わっていくのであるがその薄暗い光線の中にうずくまってほんのり明るい障子の反射を受けながら瞑想にふけりまたは 総害の庭の景色を眺める気持ちは何とも言えない漱石先生は毎朝弁通に行かれることを一つの楽しみに数えられそれはむしろ生理的快感であると言われたそうだがその快感を味わう上にも簡弱な壁と清楚な木目に囲まれて目に青空や青葉の色を見ることのできる日本の川やほど格好な場所はあるまいそうして それには、繰り返して言うが、ある程度の薄暗さと、徹底的に清潔であることとかのうなりさえ耳につくような静かさとが、必須の条件なのである。私は、そういう川屋にあって、しとしとと降る雨の音を聞くのを好む。ことに、関東の川屋には、床に細長い吐き出し、窓がついているので、軒場や木の葉から下り落ちる天敵が、 石灯籠の根を洗い、飛び石の苔を締め、押しつつ土に染みいるしめやかな音を、ひとしお、身に近く聞くことができる。まことに、川屋は虫の音によく、鳥の声によく、月夜にもまたふさわしく、四季折々のものの哀れを味わうのに最も適した場所であって、おそらく、古来の俳人は、ここから、無数の題材を得ているであろう。されば、 日本の建築の中で一番風流にできているのは川屋であるとも言えなくはない。すべてのものをかしてしまう我等の祖先は住宅中でどこよりも不潔であるべき場所をかえってガチのある場所に変え花鳥風月と結びつけて懐かしい連想の中へ包むようにした。これを西洋人が頭から浮上扱いにし、 公衆の前で口にすることをさえ忌むのに比べれば我等の方がはるかに賢明であり真に風雅の骨髄を得ている強いて欠点を言うならば母屋から離れているために夜中に通うには便利が悪く冬はことに風をひく憂いがあることだけれども冬は寒きものなりという斎藤緑雲の言のごとくああいう場所は外気と同じ。 冷たさの方が気持ちが良い。ホテルの西洋便所で、スチームの運気がしてくるなどは、誠に嫌なものである。ところで、月ぶしんを好む人は、誰しもこういう日本流の川屋を理想とするであろうが、寺院のように、家の広しいわりに人数が少く、しかも、掃除の手が揃っているところは、いいが、普通の住宅で、ああいう風に、 常に清潔を保つことは容易でない。とりわけ床を板張りや畳にすると礼儀作法をやかましく言い雑巾がけを冷行してもつい汚れが目立つのである。でこれも結局はタイルを張り詰め推薦式のタンクや便器を取り付けて浄化装置にするのが衛生的でもあれば手数も省けるということになるが。 その代わり風雅や花鳥風月とは全く縁が切れてしまうあそこがそんな風にパッと明るくておもけに四方が真っ白な壁だらけでは漱石先生のいわゆる生理的快感を心ゆく限り狂楽する気分になりにくいなるほど隅から隅まで純白に見え渡るのだから確かに清潔には違いないが 自分の体から出るものの落ち着き先について、そうまで念を押さず、共のことである。いくら、美人の玉の肌でも、お尻や足を人前へ出しては失礼であると同じように、ああ、むき出しに明るくするのはあまりといえば、ぶしつけ千万、見える部分が清潔であるだけ見えない部分の連想を挑発させるようにもなる。やはり、ああいう場所は、 もやもやとした薄暗がりの光線で包んで、どこから成長になり、どこから不浄になるとも、けじめを朦朧とぼかしておいた方がよい。まあそんなわけで、私も、自分の家を建てるとき、浄化装置にはしたものの、タイルだけは一切使わぬようにして、床には、楠スの,木の板を張り詰め、日本風の漢字を出すようにしてみたが、さて困ったのは便器であった。というのは、 ご承知のごとく、水仙式のものは、みんな真っ白な時期でできていて、ピカピカ光る金属製の取っ手などがついている。全体、私の注文を言えば、あの器は、男子用のも、女子用のも、木製のやつが一番いい。老塗りにしたのは最も結構だが、生地のままでも、年月を経るうちには、適当に黒ずんできて、木目が魅力を持つようになり、 不思議に神経を落ち着かせる。分けても、あの、木製の朝顔に青々とした杉の葉を詰めたのは、目に快いばかりでなく、その音響をも立てない点で理想的というべきである。私は、ああいう贅沢な真似はできないまでも、せめて、自分の好みにかなった器を作り、それへ推薦式を応用するようにしてみたいと思ったのだが、そういうものを特別にあつらえると、 よほどの手間と費用がかかるので諦めるより外はなかった。そしてその時に感じたのは照明にしろ暖房にしろ便器にしろ文明の利器を取り入れるのにもちろん意義はないけれどもそれならそれでなぜもう少し我々の習慣や趣味生活を重んじそれに順応するように改良を加えないのであろうかという一事であった。 すでに、安藤式の伝統が流行り出してきたのは、我々が一時忘れていた、紙というものの持つ柔らかみと、温かみに、再び目覚めた結果であり、それの方が、ガラスよりも日本家屋に適することを認めてきた証拠であるが、便器やストーブは、今もってしっくり調和するような形式のものが売り出されていない。暖房は、私が試みたように、 炉の中へ電気済みを仕込むのが一番いいように思うけれどもかかる簡単な工夫をすら施そうとするものがなく貧弱な電気火鉢というものはあるがあれは暖房の用をなさないこと普通の火鉢と同じである出来合いの品といえばみんなあの不格好な西洋風の暖炉であるがこういうさまつな衣食住の趣味についてあれこれと気を使うのは贅沢である 願書や飢餓をしのぐにさえ足りれば、様式などは問うところでないという人もあろう。事実、いくら痩せ我慢をしてみても、雪の降る日は寒くこそあれで、完全に、便利な器具があれば、不流不風流を論じている暇はなく、とうとうとして、その温卓に欲くする気になるのは、やむを得ない数勢であるけれども、私は、それを見るにつけても、もし、東洋に、西洋とは、 全然別個の独自の科学文明が発達していたならばどんなに我々の社会のありさまが今日とは違ったものになっていたであろうかということを常に考えさせられるのである例えばもし我々が我々独自の物理学を有し科学を有していたならばそれに基づく技術や工業もまた自ら別用の発展を遂げ 日用百般の機械でも、薬品でも、工芸品でも、もっと、我々の国民性に合致するようなものが生まれてはいなかったであろうか。いや、おそらくは、物理学そのもの、科学そのものの原理さえも、西洋人の見方とは違った見方をし、光線とか、電気とか、原子とかの本質や性能についても、今我々が教えられているようなものとは、 異ななったた姿を露呈ししていいかもしれれと思われる私にはそういう学理的なことはわからないからただぼんやりとそんな想像をたくましゅうするだけであるがしかし少なくとも実用方面の発明が独創的の方向をたどっていたとしたならば衣食住の様式はもちろんのことひいては我らの政治や宗教や芸術や 実業等の形態にもそれが広し広しな影響を及ぼさないはずはなく東洋は東洋で別個の健康を打開したであろうことは容易に推測し得られるのである卑怯な例をとってみると私はかつて文藝春秋に万年筆と毛筆との比較を書いたが仮に万年筆というものを昔の日本人かシナ人が考案したとしたならば必ず 先をペンににししないでで毛筆にしたであろうそして陰気もああいうあを異色でなく墨汁に近い液体にしてそれが軸から毛の方へにじみ出るように工夫したであろうさすれば紙も西洋紙のようなものでは不便であるから大量生産で製造するとしても和紙に似た紙質のもの改良版紙のようなものが最も要求されたであろう 紙や墨汁や毛筆がそういう風に発達していたら、ペンや陰気が今日のごとき流行を見ることはなかったであろうし、従ってまた、ローマ字論などが幅を利かすこともできまいし、漢字や金文字に対する一般の愛着も強かったであろう。いや、そればかりでない、我等の思想や文学さえも、あるいは、こうまで西洋を模倣せず、 もっと独創的な新天地へ突き進んでいたかもしれない。かく考えてくると、些細な文房具ではあるが、その影響の及ぶところは、無偏在に大きいのである。そういうことを考えるのは、小説家の空想であって、もはや今日になってしまった以上、もう一度逆戻りをしてやり直すわけにいかないことは、分かりきっている。だから私の言うことは 今更不可能事を願い愚痴をこぼすのに過ぎないのであるが愚痴は愚痴としてとにかく我党が西洋人に比べてどのくらい損をしているかということは考えてみても差し支えあるまいつまり一と口に言うと西洋の方は順当な方向をたどって京に到達したのであり我党の方は 優秀な文明に包着してそれを取り入れざるを得なかった代わりに過去数千年来発展し来たった進路とは違った方向へ歩み出すようになったそこからいろいろな故障や不便が起こっていると思われるもっとも我々を放っておいたら500年前も今日も物質的には大した進展をしていなかったかもしれない現にシナやインドの田舎へ行けば お釈迦様や孔子様の時代とあまり変わらない生活をしているでもあろう。だが、それにしても、自分たちの性に合った方向だけは取っていたであろう。そして緩慢にではあるが、いくらかずつの進歩を続けて、いつかは、今日の、電車や飛行機やラジオに変わるもの、それは、他人の借り物でない、本当に、自分たちに、 都合のいい文明の利器を発見する日が来なかったとは限るまい早い話が映画を見てもアメリカのものと仏蘭西やシアドイツのものとは陰影や色調の具合が違っている演技とか脚色とかは別にして写真面だけでどこかに国民性の異が出ている同一の機械や薬品やフィルムを使ってもなおかつそうなのであるから我々に 固有の写真術があったら、どんなに我々の皮膚や要望や気候風土に適したものであったかと思う。蓄音機やラジオにしてももし我々が発明したならもっと我々の声や音楽の特徴を生かすようなものができたであろう。元来我々の音楽は控えめなものであり気分本位のものであるからレコードにしたり拡声器で大きくしたりしたのでは 大半の魅力が失われる話術にしても我々の方のは声が小さく言葉数が少くそうして何よりも間が大切なのであるが機械にかけたら間は完全に死んでしまうそこで我々は機械に迎合するようにかえって我々の芸術自体を歪めていく西洋人の方は もともと自分たちの間で発達させた機械であるから彼らの芸術に都合がいいようにできているのは当たり前であるそういう点で我々は実にいろいろ損をしていると考えられる神というものはシナ人の発明であると聞くが我々は西洋史に対すると単なる実用品という以外に何の感じも起こらないけれども からかみや和紙のキメを見るとそこに一種の温かみを感じ心が落ち着くようになる同じ白いのでも西洋紙の白さと宝書や白頭紙の白さとは違う西洋紙の肌は光線を跳ね返すような趣があるが宝書やか紙かの肌は柔らかい初雪の面のようにふっくらと光線を中へ吸い取るそうして手触りがしなやかであり 折っててももんでも音を立てないそれは木の葉に触れているのと同じように物静かでしっとりしている。全体我々はピカピカ光るものを見ると心が落ち着かないのである。西洋人は食器などにも金や鋼鉄やニッケル製のものを用いてピカピカ光るように磨き立てるが我々はああいう風に光るものを嫌う。我々の方腕も 湯沸かしや、酒かや、銚子等に、銀製のものを用いることはあるけれども、ああいう風に磨き立てない。かえって、表面の光が消えて、時代がつき、黒く焼けてくるのを喜ぶのであって、心得のない下女などが、せっかくサビの乗ってきた銀の器をピカピカに磨いたりして、主人に叱られることがあるのは、どこの家庭でも起こる事件である。近来 シナ料理の食器は一般に鈴製のものが使われているがおそらくシナ人はあれが古色を帯びてくるのを愛するのであろう新しい時はアルミニウムに似たあまり感じのいいものではないがシナ人が使うとああいう風に時代をつけ神のあるものにしてしまわなければ承知しないそしてあの表面に詩の文句などが掘ってあるのも 肌が黒ずんでくるに従いしっくりと似合うようになるつまりシナ人の手にかかると薄っぺらでピカピカする鈴という軽金属が手礼のように深みのある沈んだ重々しいものになるのであるシナ人はまた玉玉という石を愛するがあの妙に薄濁りのした幾百年もの古い空気が一つに凝結したような 奥の奥の方までドロンとした鈍い光を含む石の塊に魅力を感じるのは我々東洋人だけではないであろうか。ルビーやエメラルドのような色彩があるのでもなければ混合石のような輝きがあるのでもないああいう石のどこに愛着を覚えるのか私たちにもよくわからないがしかしあのどんよりした肌を見るといかにもシナの石らしい気がし。 長い過去を持つシナ文明のカスがあの厚みのある濁りの中に堆積しているように思われシナ人がああいう色艶や物質を思考するのに不思議はないということだけはうなずける水晶などにしても近頃は友も市からたくさん輸入されるが日本の水晶に比べるとチリノはあまりきれいに透き通りすぎている昔からある甲州産の水晶というものは 透明の中にも全体にほんのりとした曇りがあってもっと重々しい感じがするし臭い入水晶などといって奥の方に不透明な固形物の混入しているのをむしろ我々は喜ぶのであるガラスでさえもシナ人の手になった絹竜グラスというものはガラスというよりも玉亀めに近いではないか針を製造する術は 早くから東洋にも知られていながら、それが西洋のように発達せずに終わり、陶器の方が進歩したのは、よほど我々の国民性に関係するところがあるに違いない。我々は、一概に光るものが嫌いというわけではないが、浅く咲いたものよりも、沈んだ陰りのあるものを好む。それは天然の石であろうと、人工の器物であろうと、必ず、 時代の艶を連想させるような濁りを帯びた光なのである。もっとも時代の艶などと言うとよく聞こえるが、身を言えば手垢の光である。シナに支度という言葉があり、日本に慣れという言葉があるのは、長い年月の間に人の手が触って一つ小つるつるなでているうちに自然と油が染み込んでくるようになる。その艶を言うのだろうから。 言い換えれば手赤に違いない。してみれば、不竜は寒き者であると同時に、無さき者なりという傾向も成り立つ。とにかく我々の喜ぶガチというものの中には、幾分の不潔、かつ非衛生的分子があることは否まれない。西洋人は、赤を根こそぎ暴き立てて取り除こうとするのに反し、東洋人は、それを大切に保存して、そのまま美化する。 まあ負け惜しみを言えば言うところだが因果なことに我々は人間の赤やゆえ煙や風雨の汚れがついたものないしはそれを思い出させるような色合いや光沢を愛しそういう建物や器物の中に住んでいると奇妙に心が和やいでき神経が休まるそれで私はいつも思うのだが病院の壁の色や手術服や医療機械なんかも 日本人を相手にする以上、ああピカピカするものや真っ白なものばかり並べないでもう少し暗く柔らかみをつけたらどうであろう。もし、あの壁が砂壁か何かで、日本座敷の畳の上に、がながら治療を受けるのであったら、患者の興奮が静まることは確かである。我々が歯医者へ行くのを嫌うのは、一つには狩りという音響にもよるが、一つには、 ガラスや金属製のピカピカするものが多すぎるので、それに怯えるせいもある。私は、神経衰弱の激しかった自分、最新式の設備を誇るアメリカ帰りの歯医者と聞くとかえって小げを振るったものだった。そして、田舎のショート会などにある昔風の日本家屋に手術室を設けた時代遅れのしたような歯医者のところへ好んで出かけた。そうかといって、 古色を帯びた医療機械なんかも困ることは困るがもし近代の医術が日本で成長したのであったら病人を扱う設備や機械もなんとか日本座敷に調和するように考案されていたであろうこれも我々が借り物のために損をしている一つの例である京都にワランジアという有名な料理屋があってここの家では近頃まで 逆間に伝統をともさず古風な食材を使うのが名物になっていたが今年の春久しぶりで行ってみるといつの間にか安頓式の伝統を使うようになっているいつからこうしたのかと聞くと去年からこれにいたしましたろうそくの日ではあまり暗すぎるとおっしゃっしゃるお客様が多いものでござりますから読んどころなくこういう風にいたしましたがやはり 昔のままの方が良いとおっしゃっしゃるお方には、食代を持って参りますという。で、せっかく、それを楽しみにしてきたのであるから、食代に変えてもらったが、その時私が感じたのは、日本の漆器の美しさは、そういうぼんやりした薄明かりの中においてこそ、初めて本当に発揮されるということであった。バランジアの座敷というのは、 四畳半ぐらいのこじんまりした茶席であって床柱や天井なども黒光りに光っているから暗闘式の伝統でももちろん暗い感じがするがそれを一層暗い食台に改めてその穂のゆらゆらと瞬く影にある前夜湾を見つめているとそれらの塗り物の沼のような深さと厚みと思った艶が全く今までとは違った魅力を帯び出してくるのを発見する そして我々の祖先が漆という塗料を見出しそれを塗った器物の色艶に愛着を覚えたことの偶然でないのを知るのである友人サバルワル君の話にインドでは現在でも食器に陶器を使うことを癒しみ多くは塗り物を用いるという我々はその反対に茶事とか儀式とかの場合でなければ 前と水物湾の外はほとんど陶器ばかりを用い漆器というと野暮臭い神のないものにされてしまっているがそれは一つには細高や照明の設備がもたらした明るさのせいではないであろうか事実闇を条件に入れなければ漆器の美しさは考えられないと言っていい今日では白漆というようなものもできたけれども 昔からある漆器の肌は黒か茶か赤であってそれはいくもの闇が堆積した色であり周囲を包む暗黒の中から必然的に生まれ出たもののように思える派手な蒔絵などを施したピカピカ光るロウ塗りの手箱とか雲台とか棚とかを見るといかにもケバケバしくて落ち着きがなく俗悪にさえ思えることがあるけれどももし それらの器物を取り囲む空白を真っ黒な闇で塗りつぶし太陽や電灯の光線に変えるに一点の灯明かろうそくの明かりにして見たまえたちまちそのけばけばしいものが底深く沈んで渋い重々しいものになるであろう古の工芸家がそれらの器に漆を塗り蒔絵を描くときは必ずそういう暗い部屋を頭に置き 乏しい光の中における効果を狙ったのに違いなく金色を贅沢に使ったりしたのもそれが闇に浮かび出る具合や透過を反射する加減を考慮したものとさせられるつまり金まき絵は明るいところで一度にパッとその全体を見るものではなく暗いところでいろいろの部分が時々少しずつ底光りするのを見るようにできているのであって。 豪華絢爛な模様の大半を闇に隠してしまっているのが、言い知れぬ雨情を催すのである。そして、あの、ピカピカ光る肌の艶も、暗いところに置いてみると、それが、灯火の穂の揺らめきを映し、静かな部屋にも、折々風の訪れのあることを教えて、そぞろに、人を瞑想に誘い込む。もし、あの憂鬱な室内に漆器というものがなかったなら、 ろうそくや灯明の醸し出す怪しい光の夢の世界が、その日のはためきが打っている夜の脈拍が、どんなに魅力を減災されることであろう。まことに、それは、畳の上に、幾筋もの小川が流れ、池水がたたえられているごとく、一つのほかげをここかしこに捉えて、細く、かさけく、ちらちらと伝えながら、夜そのものに、巻き絵をしたような綾を織り出す。 だし食器としては陶器も悪くないけれども陶器には漆器のような陰影がなく深みがない陶器は手に触れると重く冷たくしかも熱を伝えることが早いので熱いものを盛るのに不便でありその上カチカチという音がするが漆器は手触りが軽くにこやかで耳につくほどの音を立てない私は水物碗を手に持った時の 手のひらが受ける汁の重みの感覚と生温かい豊か味とを何よりも好むそれは生まれたての赤ん坊のぷよぷよした肉体を支えたような感じでもある吸い物湾に今も塗り物が用いられるのは全く理由のあることであって陶器の入れ物ではああはいかない第一蓋を取った時に陶器では 中にある汁のや色合いがみんな見えてしまう湿気の腕のいいことはまずその蓋を取って口に持っていくまでの間暗い奥深い手の方に容器の色とほとんど違わない液体が音もなくよどんでいるのを眺めた瞬間の気持ちである人はそのワの中の闇に何があるかを見分けることはできないが汁が緩やかに動揺するのを手の上に感じ 腕の縁がほんのり汗をかいているのでそこから湯気が立ち上りつつあることを知りその湯気が運ぶ匂いによって口に噛む前にぼんやり味わいをよさまするその瞬間の心持ちスープを浅いしらちゃけた皿に入れて出す西洋流に比べて何という相違かそれは一種の神秘であり善味であるとも言えなくはない私は 水物ンを前にして湾がかすかに耳の奥へしむようにじいとなっているあの遠い虫の音のような音を聞きつつこれから食べるものの味わいに思いを潜めるときいつも自分が三枚境に引き入れられるのを覚える茶人が湯のたぎる音に尾上の松風を連想しながら無我の境に入るというのもおそらくそれに似た心持ちなのであろう 日本の料理は食うものでなくて見るものだと言われるがこういう場合私は見るものである以上に瞑想するものであるとようそうしてそれは闇に瞬くろうそくの火と漆の器とが合奏する無言の音楽の作用なのであるかつて漱石先生は草枕の中で羊羹の色を賛美しておられたことがあったがそういえば あの色などはやはり瞑想的ではないか玉、ま、玉のように半透明に曇った肌が奥の方まで日の光を吸い取って夢見るごときほの明るさを噛んでいる感じあの色合いの深さ複雑さは西洋の歌詞には絶対に見られないクリームなどはあれに比べるとなんという浅はかさ断んさであろうだがその洋館の色合いもあれを 塗り物の貸し器に入れて肌の色がかろうじて見分けられる暗がりへ沈めるとひとしお瞑想的になる人はあの冷たくなめらかなものを口中に含む時あたかも室内の暗黒が一日の甘い塊になって舌の先で溶けるのを感じ本当はそううまくないようでも味に異様な深みが染わるように思うけだし料理の色合いは どこの国でも食器の色や壁の色と調和するように工夫されているのであろうが日本料理は明るいところで白茶桁木で食べては確かに食欲が半減する例えば我々が毎朝食べる赤味噌の汁などもあの色を考えると昔の薄暗い家の中で発達したものであることがわかる私はある茶会に呼ばれて味噌汁を出されたことがあったが いつもは何でもなく食べていたあのドロドロの赤土色をした汁がおぼつかないろうそくの明かりの下で黒漆の湾によどんでいるのを見ると実に深みのあるうまそうな色をしているのであったその外醤油などにしても髪型では刺身や漬物やおひたしには濃い口のたまりを使うがあのねっとりとしたツヤのある汁がいかに陰影に富み闇と調和することか また、白味噌や、豆腐や、かまぼこや、とろろ汁や、白身の刺身や、ああいう白い肌のものも、周囲を明るくしたのでは、色が引き立たない。第一飯にしてからが、ピカピカ光る黒塗りの飯筆に入れられて、暗いところに置かれている方、方が、見ても美しく、食欲をも刺激する。あの、炊きたての真っ白な飯が、パッと蓋を取った下から、 喧嘩、そうな湯気を吐きながら、黒い器に盛り上がって、一と粒一と粒真珠のように輝いているのを見るとき、日本人なら、誰しも、米の飯のありがたさを感じるであろう。かく考えてくると、我々の料理が、常に、陰影を基調とし、闇というものと切っても切れない関係にあることを知るのである。私は、 建築のことについては全く門外観であるが西洋の寺院のゴシック建築というものは屋根が高く高く尖ってその先が天に抽線としているところに美観が損するのだという。これに反して我々の国の伽藍では建物の上にまず大きなイラカを伏せてその日差しが作り出す深い広し影の中へ全体の構造を取り込んでしまう。 寺院のみならず宮殿でも庶民の住宅でも外から見て最も目立つものはある場合には瓦吹きある場合には茅葺きの大きな屋根とその日差しの下に漂う濃い闇である時とすると白昼といえども軒から下には洞穴のような闇が巡っていて戸口も扉も壁も柱もほとんど見えないことすらあるこれは 地方院や本願寺のような高層な建築でも草深い田舎の百姓家でも同様であって昔の大概な建物が軒から下と軒から上の屋根の部分とを比べると少なくとも目で見たところでは屋根の方が重くうず高く面積が大きく感じられるさように我々が住居を営むには何よりも屋根という傘を広げて大地に 一角の日陰を落とし、その薄暗い陰影の中に家造りをする。もちろん、西洋の家屋にも屋根がないわけではないが、それは、日光を遮蔽するよりも、うろをしのぐため、のほうが主であって、影はなるべく作らないようにし、少しでも多く、内部を明かりにさらすようにしていることは、外景を見てもうなずかれる。日本の屋根を傘とすれば、 西洋のそれは帽子でしかない。しかも、鳥打ち帽子のようにできるだけ唾を小さくし、日光の直射を、近々との牙に受ける。けだし、日本家の屋根の日差しが長いのは、気候風土や、建築材料や、その他いろいろの関係があるのであろう。例えば、レンガやガラスやセメントのようなものを使わないところから、横殴りの風を防ぐためには、 日差しを深くする必要があったであろうし日本人とて暗い部屋よりは明るい部屋を便利としたに違いないが是非なくああなったのでもあろうが美というものは常に生活の実際から発達するもので暗い部屋に住むことをあまぎなくされた我々の先祖はいつしか陰影のうちに美を発見しやがては美の目的に沿うように陰影を利用するに至った 事実日本座敷の美は全く陰影の濃淡によって生まれているのでそれ以外に何もない西洋人が日本座敷を見てその簡素なのに驚きただ灰色の壁があるばかりで何の装飾もないという風に感じるのは彼らとしてはいかさま最もであるけれどもそれは陰影の謎を介しないからである我々はそれでなくても 太陽の光線の入りにくい座敷の外側へ土ひさしを出したり縁側をつけたりして一層日光を遠のけるそして室内へは庭からの反射が障子を通してほの明るく忍び込むようにする我々の座敷の美の要素はこの関節の鈍い光線にそとならない我々はこの力のないわびしい儚かない光線がしんみり落ち着いて 座敷の壁へ染み込むようにわざと調子の弱い色の砂壁を塗る土蔵とかクリアとか廊下のようなところへ塗るには照りをつけるが座敷の壁はほとんど砂壁でめったに光らせないもし光らせたらその乏しい光線の柔らかい弱い味が消える我等はどこまでも見るからにおぼつかなげな外光が 黄昏色の壁の面に取り付いて辛くも甘いのちを保っているあの繊細な明るさを楽しむ我等にとってはこの壁の上の明るさあるいはほの暗さが何者の装飾にも勝るのでありしみじみと見飽きがしないのであるさればそれらの砂壁がその明るさを乱さないようにとただ一と色の無地に塗ってあるのも当然であって座敷ごとに 少しずつ地色は違うけれども、なんとその違いのかすかであることよ。それは、色の違いというよりも、ほんのわずかな濃淡の際、見る人の気分の相違というほどのものでしかない。しかも、その壁の色のほのかな違いによって、また、いくらかずつ、おののの部屋の陰影が異なった色調を帯びるのである。もっとも、我等の座敷にも床の間というものがあって、 掛け軸を飾り花を生けるが、しかし、それらの軸や花も、それ自体が、装飾の役をしているよりも、陰影に深みを添える方が主になっている。我らは、一つの軸をかけるにも、その軸物と、その床の間の壁との調和、すなわち、床移りを第一に尊ぶ。我らが、掛け軸の内容を成す書や絵の考説と同様の重要さを表具に置くのも、 実にそのためであって床移りが悪かったらいかなる名所がも掛け軸としての価値がなくなるそれと反対に一つの独立した作品としては大した傑作でもないような書画が茶の間の床に掛けてみると非常にその部屋との調和がよく軸も座敷もにわかに引き立つ場合があるそしてそういう書画それ自身としては 格別のものでもない軸物などこが調和するのかといえばそれは常にその地紙や墨色や表具の切れが持っている古色にあるのだその古色がその床の間や座敷の暗さと適宜な釣り合いを保つのだ我々はよく京都や奈良の名刹を訪ねてその寺の宝物といわれる軸物が奥深い大書院の床の間にかかっているのを見せられるが そういう床の間は、大概昼も薄暗いので、図柄などは見分けられない。ただ案内人の説明を聞きながら消えかかった墨色の跡をたどって、多分立派な絵なのであろうと想像するばかりであるが、しかし、そのぼやけた小ガと暗い床の間との取り合わせが、いかにもしっくりしていて、図柄の不鮮明などはいささかも問題でないばかりか。 かえってこのくらいな不鮮明さがちょうど適しているようにさえ感じる。つまり、この場合、その絵は、おぼつかない弱い光を受け止めるための一つの奥ゆかしい面に過ぎないのであって、全く砂壁と同じ作用しかしていないのである。我らが掛け軸を選ぶのに、時代やサビを珍重する理由は、ここにあるので、新絵は、水墨や単彩のものでも、よほど注意しないと。 床ののの間の陰影を打ち壊すのであるもし日本座敷を一つの墨絵に例えるなら障子は墨色の最も淡い部分であり床の間は最も濃い部分である。私は隙を凝らした日本座敷の床の間を見るごとにいかに日本人が陰影の秘密を理解し光と影との使い分けに巧妙であるかに感嘆する。 なぜなら、そこには、これという特別なしつらいがあるのではない。要するに、ただ清楚な木材と清楚な壁と思って、一つのへこんだ空間を仕切り、そこへ引き入れられた光線がへこみのここかしこへ、朦朧たるクマを生むようにする。にもかかわらず、我らは、落ちかかの後ろや、花かつの周囲や、違い棚の下などをはめている闇を眺めて、 それが何でもない影であることを知りながらも、そこの空気だけが、死ーンと沈みきっているような、永劫不変の感弱が、その暗がりを了しているような感銘を受ける。思うに西洋人の言う、東洋の神秘とは、核のごとき暗がりが持つ、不気味な静かさを指すのであろう。我らといえども、少年の頃は、日の目の届かぬ茶の間や、書院の床の間の奥を見つめると、 言い知れ,ぬ恐れと関係を覚えたものであるしかも、その神秘の鍵はどこにあるのか。種明かしをすれば、筆胸、それは陰影の魔法であって、もし隅々に作られている影を追いのけてしまったら、骨縁として、その床の間は、ただの空白に帰するのである。我らの祖先の天才は、虚無の空間を任意に遮蔽して、自ら生ずる陰影の世界に、 いかなる壁画や装飾にも勝る有限味を持たせたのである。これは簡単な技巧のようであって、実はなかなか容易でない。例えば、床脇の窓のくり方、落ちかかの深さ、床がまちの高さなど、一つ一つに目に見えぬ苦心が払われていることは、推察するにかたくないが、分けても、私は、書院の障子の白白としたほの明るさには、 水素の前に立ち止まって時の移るのを忘れるのである。元来書院というものは昔はその名の示すごとくあそこで書見をするためにああいう窓を設けたのがいつしか床の間の明かり取りとなったのであろうが多くの場合それは明かり取りというよりもむしろ側面からさしてくる外交を一旦障子の紙でろ過して適当に弱める働きをしている。 まことに、あの障子の裏に照り生えている逆光線の明かりは、なんという寒々とした、わびしい色をしていることか。久し送り、廊下を通って、ようようそこまでたどり着いた庭の陽光は、もはや物を照らし出す力もなくなり、血の気も失せてしまったかのように、ただ障子の髪の色をしらじらと際立たせているにすぎない。私は、しばしばあの障子の前にたたずんで、 明るいけれども少しまばゆさの感じられない紙の面を見つめるのであるが大きな伽藍建築の座敷などでは庭との距離が遠いためにいよいよ光線が薄められて春夏秋冬晴れた日も曇った日も朝も昼も夕もほとんどそのほの白さに変化がないそして縦茂の障子の架け橋の位置と駒ごとにできているマがあたかも塵がたまったように 永久に髪に染みついて動かないのかといぶかしまれる。そういうとき、私は、その夢のような明るさをいぶかりながら、目をしばたたく。何か、目の前にもやもやと陰ろうものがあって、視力を鈍らせているように感じる。それは、そのほの白い髪の反射が、床の間の濃い闇を追い払うには、力が足らず、かえって、闇に玉ね返されながら、 明暗の区別のつかぬ混迷の世界を現実つつあるからである。諸君は、そういう座敷へ入ったときに、その部屋に漂うている光線が、普通の光線とは違うような、それが、特にありがたみのある、重々しいもののような気持ちがしたことはないであろうか。あるいはまた、その部屋にいると、時間の経過がわからなくなってしまい、知らぬ間に年月が流れて、 出てきた時は白髪の老人になりはせぬかというような悠久に対する一種の恐れを抱いたことはないであろうか諸君はまたそういう大きな建物の奥の奥の部屋へ行くともう全く外の光が届かなくなった暗がりの中にある金武や金屏風が幾軒を隔てた遠い遠い庭の明かりの穂先を捉えて。 ぼーっと夢のように照り返しているのを見たことはないか。その照り返しは、夕暮れの地平線のように、辺りの闇へ、実に弱々しい金色の明かりを投げているのであるが、私は、黄金というものがあれほど沈痛な美しさを見せるときはないと思う。そして、その前を通り過ぎながら、幾度も振り返って見直すことがあるが、正面から、 側面の方へ歩を移すに従って金地の髪の表面がゆっくりと大きく底光りする決してちらちらと忙しいまばきをせず巨人が顔色を変えるようにキラリと長い間を置いて光る時とするとたった今まで眠ったような鈍い反射をしていたナシジの鐘が側面へ回ると燃え上がるようにあきら焼いているのを発見してこんなに 暗いところで、どうして、これだけの光線を集めることができたのかと、不思議に思う。それで、私には、昔の人が、黄金を、仏の像に塗ったり、鬼神の帰居する部屋の紙壁へ貼ったりした意味が、初めてうなずけるのである。現代の人は、明るい家に住んでいるので、こういう黄金の美しさを知らない。が、暗い家に住んでいた昔の人は、 その美しい色に見せられたばかりでなくかねて実用的価値をも知っていたのであろうなぜなら光線の乏しい屋内ではあれがレフレクターの役目をしたに違いないからつまり彼らはただ贅沢に黄金の箔や砂子を使ったのではなくあれの反射を利用して明かりを補ったのであろうそうだとすると金やその他の金属は 時期に光沢が焦せてしまうのに長く明や気を失わないで室内の闇を照らす黄金というものが異様に尊ばれたであろう理由を得得することができる私は前に蒔絵というものは暗いところで見てもらうように作られていることを言ったがこうして見るとただに蒔絵ばかりではない織物などでも昔のものに金銀の糸がふんだんに使ってあるのは 同じ理由に基づくことが知れる僧侶がまとう禁断のけさなどはその最もいい例ではないか。今日街中にある多くの寺院は大概本堂を大衆向きに明るくしてあるからああいう場所ではいたずらにけばけばしいばかりでどんな人柄な構想が来ていてもありがたみを感じることはめったにないが由緒あるお寺の古式にのっとった仏ごとに列席してみると。 皺だらけな老僧の皮膚と、仏前の透明の明滅と、あの禁断の地質とが、いかによく調和し、いかに消耗味を増しているかがわかるのであって、それというのも、き絵の場合と同じように、派手な織模様の大部分を闇が隠してしまい、ただ金銀の糸が、時々少しずつ光るようになるからである。それから、これは、私一人だけの感じであるかもしれないが、 およそ日本人の皮膚に脳衣装ほど移りのいいものはないと思う。言うまでもなく、あの衣装には随分絢爛なものが多く金銀が豊富に使ってあり、しかもそれを着て出る農薬者は歌舞伎俳優のように大白いを塗ってはいないのであるが、日本人特有の赤みがカッタ褐色の肌、あるいは黄色みを含んだ象牙色の地顔が。 あんなに魅力を発揮するときはないのであって、私はいつも脳を見に行く度ごとに感心する。金銀の織り出しや刺繍のある内木の類もよく似合うが、濃い緑色や柿色の巣王、膵管、狩り絹の類、白無地の子袖、大口等も実によく似合う。たまたまそれが美少年の農役者だと、きめの細かい、若々しい照りを持った方の色艶などが、 そのために人しを引き立てられて女の肌とは自ら違った小枠を含んでいるように見えなるほど昔の大名が蝶蕨の養殖に溺れたというのはここのことだなと佳天が行く歌舞伎の方でも時代物や所作ごとの衣装の加備なことは能楽のそれに劣らないし性的魅力の点にかけてはこの方がはるかに能楽以上とされているけれども 両方をたびたび見慣れてくると、事実は、それの反対であることに気がつくであろう。ちょっと見たときは、歌舞伎の方がエロティックでもあり、きれいでもあるのに、論はないが、昔は、とにかく、西洋流の照明を使うようになった。今日の舞台では、あの派手な色彩が、ややともすると続悪に陥り、見飽きがする。衣装もそうなら、化粧とてもそうであって。 仮に美しいとしてからが、それがどこまでも作った顔であってみれば、生地の美しさのような実感が伴わない。しかるに、能楽の俳優は、顔も、襟も、手も、生地のままで登場する。されば、美目の生めかしさは、その人本来のものであって、剛も、我々の目を欺いているのではない。故に、能役者の場合は、 お山や二枚目の素顔に接して小座が覚めたというようなことはありえない。ただ我々の感じることは我々と同じ色の皮膚を持った彼らが一見似合いそうにもない武家時代の派手な衣装を着けた時にいかにその洋食が水際だって見えるかという一時である。かつて私は皇帝の脳で楊貴妃に噴した金剛岩押しを見たことがあったが。 袖口から覗いているその手の美しかったことを今も忘れない。私は彼の手を見ながらしばしば膝の上に置いた自分の手を顧みた。そして彼の手がそんなにも美しく見えるのは手首から指先に至る微妙な手のひらの動かし方独特の技巧を込めた指のさばきにもよるのであろうがそれにしてもその皮膚の色の内部から。 ぼーっと明かりがさしているような光沢は、どこから来るのかといぶかしみに打たれた。なんとなれば、それは、どこまでも、普通の日本人の手であって、現に、私が、膝の上についている手と、肌の色艶に、何の違ったところもない。私は、再び、三度舞台の上の金剛氏の手と、自分の手とを見比べたが、いくら見比べても同じ手である。だが、 不思議にもその同じ手が舞台にあっては怪しいまでに美しく見え自分の膝の上にあってはただの平凡な手に見える書のの如きことは一人合を岩押しの場合のみではない脳においては衣装の外へつい割れる肉体はほんのわずかな部分であって顔と襟首と手首から指の先までに過ぎず 幼稚肥のように面をつけているときは顔さえ隠れてしまうのであるが、それでいて、そのわずかな部分の色艶が異様に印象的になる。金剛氏は、特にそうであったけれども、大概の役者の手が、何の気もない当たり前の日本人の手が、現代の服装をしていては気がつかれない魅惑を発揮して、我々に脅威の目を見張らせる。繰り返して言うが、それは、決して、 美美少年や美男子のの役者に限るのではない。例えば日常我々は普通の男子の唇に引きつけられることなどはありえないが脳の舞台ではあの黒ずんだ赤みと湿り気を持った肌が口紅を刺した婦人のそれ以上に日韓的な粘っこさを帯びるこれは役者が歌いを歌うために始終、唇を唾液で濡らすゆえでもあろうが しかしそのせいばかりとは思えない。また、小型の俳優の方が、好調を呈しているのが、その赤さが、実に鮮やかに引き立って見える。私の経験では、緑系統の地色の衣装を着けたときに、最も多くそう見えるので、色の白い小型ならもちろんであるが、身を言うと、色の黒い小型の方が、かえって、その赤みの特色が目立つ。 それはなぜかというと、色白な子では、白と赤との対象があまり克明である結果、脳衣装の暗く沈んだ色調には、少し効果が強すぎるが、色の黒いこの暗褐色の方であると、赤がそれほど際立たないで、衣装と顔とが互いに照り入る。渋い緑と渋い茶と、二つの感触が移り合って、黄色人種の肌が、いかにもそのところをえ 今更のように人目を引く私は色の調和が作り出す核のごときびが他にあるを知らないがもし能楽が歌舞伎のように近代の照明を用いたとしたらそれらの美観はことごとくどぎつい光線のために飛び散ってしまうであろうさればその舞台を昔ながらの暗さに任してあるのは必然の約束に従っているわけであって 建物などども古古ければ古いほどいい。ほ床が自然の艶を帯びて柱や鏡板などが黒光に光り針から軒先の闇が大きな釣り鐘を伏せたように役者の頭上へ覆いかぶさっている舞台そういう場所が最も適しているのであってその点から言えば近頃能楽が朝日海館や公会堂へ進出するのは。 結構なことに違いないけれども、その本当の持ち味は半分以上失われていると思われる。ところで、脳につきまとうそういう暗さと、そこから生ずる美しさとは、今日でこそ、舞台の上でしか見られない、特殊な陰影の世界であるが、昔は、あれが、さほど実生活とかけ離れたものではなかったであろう。なんとなれば、脳舞台における暗さは、 すなわち当時の住宅建築の暗さでありまた脳衣装の柄や色合いは多少実際より華やかであったとしても大体において当時の貴族や大名の着ていたものと同じであったろうから私は一度たびそのことに考えを呼ぶと昔の日本人がことに戦国や桃山時代の豪華な服装をした武士などが今日の我々に比べて どんなに美しく見えたであろうかと想像して、ただその思いに恍骨となるのである。まことに脳は我々同胞の男性の美を最高潮の形に置いて示しているのでその昔戦場往来の拳が風雨にさらされた眼骨の飛び出た真っ黒な砂岩にああ雄う字色や光沢の巣王や大門や紙霜をつけていた姿は。 いかかに凛々しくもおごそかであっけだし脳を見て楽しむ人はみんないくらかずつ書くのごとき連想に浸ることを楽しむのであって舞台の上の色彩の世界がかつてはその通りに実在していたと思うところに演技以外の解雇趣味がある。これに反して歌舞伎の舞台はどこまでも虚偽の世界であって我々の記事の美しさとは関係がない。 男性美は言うまでもないが女性美とても昔の女が今のあの舞台で見るようなものであったろうとは考えられない能楽においても女の役は目をつけるので実際には遠いものであるがさればとて歌舞伎劇のお山を見ても実感は湧かないこれは変えに歌舞伎の舞台が明るすぎるせいであって近代的証明の設備のなかった時代 ろうそくやカンテラでわずかに照らしていた時代の歌舞伎劇はその自分のお山はあるいはもう少し実際に近かったのではないであろうかそれにつけても近代の歌舞伎劇に昔のような女らしいお山が現れないと言われるのは必ずしも俳優の素質や要望のためではあるまい昔のお山でも今日のような名高校たる舞台に立たせれば 男性的なトゲトゲしい線が目立つに違いないのが昔は暗さがそれを適当に覆い隠してくれたのではないか私は晩年の売行のーの桶を見てこのことを痛切に感じたそして歌舞伎劇の美を滅ぼす者は無用に過剰なる証明にあると思った大阪の通人に聞いた話に文楽の人形浄瑠璃では明治になってからも 久しくランプを使っていたものだが、その自分の方が、今よりはるかに甘情に富んでいたという。私は、現在でも、歌舞伎のお山よりは、あの人形の方に、余計実感を覚えるのであるが、なるほど、あれが、薄暗いランプで照らされていたならば、人形に、特有な硬い線も消え、てらてらした五分の艶もぼかされて、どんなにか柔らかみがあったであろうと。 その頃の舞台の凄いような美しさを空想して、そぞろに寒気を催すのである。知っての通り、文楽の芝居では、女の人形は、顔と手の先だけしかない。うや足の先は、裾の長い衣装の内に包まれているので、人形使いが、自分たちの手を内部に入れて、動きを示せば足りるのであるが、私は、これが、 最も実際に近いのであって昔の女というものは襟から上と袖口から先だけの存在であり他はことごとく闇に隠れていたものだと思う当時にあっては中流階級以上の女はめったに外出することもなくしても乗り物の奥深く潜んで街頭に姿をさらさないようにしていたとすれば大概は。 あの暗い家屋敷の位置と間に垂れ込めて、昼も夜も、ただ闇みの中に五体を埋め、つつその顔だけで存在を示していたと言える。されば、衣装なども、男の方は現代に比べて、派手な割合に、女の方はそれほどでない。旧幕時代の町屋の娘や女房のものなどは、驚くほど地味であるが、それは、要するに、衣装というものは、 闇の一部分闇と顔とのつながりに過ぎなかったからであるおぐ黒などという化粧法が行われたのもその目的を考えると顔以外の空撃へことごとく闇を詰めてしまおうとして高校へまで暗黒を勘ませたのではないであろうか教託のごとき婦人の美は島原の角矢のような特殊なところへ行かない限り実際には見ることができない しかし、私は、幼い自分、日本橋の家の奥で、かすかな庭の明かりを頼りに、針仕事をしていた母の面影を考えると、昔の女がどういう、がぜなものであったか、少しは想像できるのである。あの自分、というのは、明治二十年代のことだが、あの頃までは、東京の町屋も、みんな薄暗い建て方で、私の、母や叔母や親戚の誰彼など、 あの年配の女たちは、大概おはぐろをつけていた。着物は普段着は覚えていないが、よそ行きの時は、ネズミ地の細かい顧問をしばしば着た。母は、至って性が低く、五尺に足らぬほどであったが、母ばかりでなく、あの頃の女は、そのくらいが普通だったのであろう。いや、極端に言えば、彼女たちには、ほとんど肉体がなかったのだと言っていい。私は 母の顔と手の外、足だけはぼんやり覚えているが、胴体については記憶がない。それで思い起こすのは、あの中宮寺の関世音の胴体であるが、あれこそ、昔の日本の女の典型的な裸体像ではないのか。あの、髪のように薄いチブサのついた、板のような平べったい胸、その胸よりも、一層小さくくびれている腹、何の凹凸もない。 まっすぐな背筋と腰と尻の線そういう胴の全体が顔や手足に比べると不釣り合いにやせ細っていて厚みがなく肉体というよりも寸胴の棒のような感じがするが昔の女の胴体はおしなべてああいう風ではなかったのであろうか今日でもああいう格好の胴体を持った女が古平な家庭の老婦人とか芸者などの中に時々いる。 そして私はあれを見ると人形の辛抱を思い出すのである事実あの胴体は衣装をつけるための棒であってそれ以外の何物でもない胴体のスタッフをなしているものは幾重ねねとなく巻きついている衣と面とであって衣装を剥げば人形と同じように不格好な辛抱が残るが昔はあれでよかったのだ 闇の中に住む彼女たちにとっては、ほの白い顔一つあれば、胴体は必要がなかったのだ。思うに、明朗な近代女性の肉体美を謳歌する者には、そういう女の勇気じみた美しさを考えることは困難であろう。また、ある者は、暗い光線でごまかした美しさは、真の美しさでないというであろう。けれども、前にも述べたように、 我々東洋人は何でもないところに陰影を小ぜしめて美を想像するのである書き寄せて結べば芝の案が理解くれば元の野原なりけりという効果があるが我々の思索の仕方はとかくそういう風であって美は物体にあるのではなく物体と物体との作り出す陰影のあや明暗にあると考える夜光の玉も暗中に置けば光彩を放つが 白日の下にさらせば宝石の魅力を失うごとく陰影の作用を離れて美はないと思うつまり我々の祖先は女というものを蒔絵や螺鈿の器と同じく闇とは切っても切れないものとしてできるだけ全体を影へ沈めてしまうようにし長いたもや長いモスそで手足を熊の中に包みある一箇所 首だけを際立たたせるるようにしたのであるなるほどあの金星を描いた平べったい胴体は西洋婦人のそれに比べれば醜いであろうしかし我々は見えないものを考えるには及ばぬ見えないものはないものであるとする強いてその醜さを見ようとする者は茶室の床の前百色光の伝統を向けるのと同じく そこにある美を自ら追いやってしまうのである。だが、一体こういう風に、暗がりの中に美を求める傾向が、東洋人にのみ強いのはなぜであろうか。西洋にも、電気やガスや石油のなかった時代があったのであろうが、過分な私は、彼らに影を喜ぶ性癖があることを知らない。昔から、日本のお化けは足がないが、西洋のお化けは、 足がある代わりに全身が透き通っているというそんな些細な一字でも分かるように我々の空想には常に漆黒の闇があるが彼らは幽霊をさえガラスのように明るくするその他日用のあらゆる工芸品において我々の好む色が闇の堆積したものなら彼らの好むのは太陽光線の重なり合った色である銀器や銅器でも 我らはサビの生ずるのを愛するが彼らはそういうものを不潔であり非衛生的であるとしてピカピカに磨き立てる部屋の中もなるべく熊を作らないように天井や周囲の壁を白っぽくする庭を作るにも我等が小深い植え込みを設ければ彼らは平らな芝生を広げる核の如き思考の相違は 何によって生じたのであろうか。案ずるに、我々東洋人は、己の置かれた境遇の中に満足を求め、現状に甘んじようとする風があるので、暗いということに不平を感じず、それは仕方のないものと諦めてしまい、光線が乏しいなら乏しいなりに、かえって、その闇に沈黙し、その中に自らなる美を発見する。しかるに紳士的な西洋人は、 常により良き状態を願ってやまない。ろうそくからランプに、ランプからガスともに、ガスともから伝統にと、絶えず明るさを求めていき、わずかな影をも払いのけようと苦心をする。おそらく、そういう気質の相違もあるのであろうが、しかし、私は、皮膚の色の違いということも考えてみたい。我々、とても、昔から、肌が黒いよりは、 白い方を尊いとし美しいともしたことだけれどもそれでも白石人種の白さと我々の白さとはどこか違う一人一人に接近してみれば西洋人より白い日本人があり日本人より黒い西洋人があるようだけれどもその白さや黒さの具合が違うこれは私の経験から言うのであるが以前横浜の山の手に住んでいて 日赤居留地の外人等と交絡を共にし、彼らの出入する宴会場や舞踏場へ遊びに行っていた自分、そばで見ると、彼らの白さをそう白いとは感じなかったが、遠くから見ると、彼らと日本人との差別が、実にはっきり分かるのであった。日本人でも、彼らに劣らない夜い服をつけ、彼らより白い皮膚を持ったレディがいるが、しかし、そういう夫人が、 一人でも彼らの中に凍ると遠くから見渡した時にすぐ見分けがつくというのは日本人のはどんなに白くとも白い中にかすかな陰りがあるそのくせそういう女たちは西洋人に負けないように背中から二の腕から脇の下まで露出している肉体のあらゆる部分へ濃いおしろいを塗っているのだがそれでいてやっぱり その皮膚の底に淀んでいる暗色を消すことができない。ちょうど清列な水の底にある汚物が高いところから見下ろすとよくわかるようにそれがわかる。ことに指の子だとか小鼻の周囲だとか襟首だとか背筋だとかにどす黒いほこりのたまったようなクマができる。ところが西洋人の方は表面が濁っているようでも。 そこが明るく透き通っていて、体中のどこにもそういう薄汚い影がささない。頭の先から指の先まで交わり気がなく、さえざいと白い。だから、彼らの集会の中へ、我々の一人が入り込むと、白紙に一点薄墨の染みができたようで、我々が見ても、その一人が目障りのように思われ、あまりいい気持ちがしないのである。こうしてみると、 かつて白石人種が有色人種を排斥した心理がうなずけるのであって白人中でも神経質な人間には社交上理にできる一点のしみ一人か二人の有色人さえが気にならずにはいなかったのであろうそういえば今日ではどうか知らないが昔黒人に対する迫害が最も激しかった南北戦争の時代には彼らの憎しみと蔑みは 単に黒人のみならず、黒人と白人との混血時、混血児同士の混血時、混血時と白人との混血時等々にまで及んだという。彼らは、2分の1混血時、4分の1混血時、8分の1、16分の1、32分の1混血時という風に、わずかな黒人の血の痕跡をどこまでも追求して迫害しなければやまなかった。一見 純粋の白人と異なるところのない、二代も三代も、前の先祖に、一人の黒人を有するに過ぎない根欠児に対しても、彼らの必要な目は、ほんの少しばかりの色素が、その真っ白な肌の中に潜んでいるのを見逃さなかった。で、核のごときことを考えるにつけても、いかに我々黄色人種が陰影というものと、深い関係にあるかが知れる。誰しも好んで、 自分たちを醜悪な状態に置きたがらないものである以上我々が衣食住の用品に曇った色のものを使い暗い雰囲気の中に自分たちを沈めようとするのは当然であって我々の先祖は彼らの皮膚にかりがあることを自覚していたわけでもなく彼らより白い人種が存在することを知っていたのではないけれども。 色に対する彼らの感覚が自然とああいう思考を生んだものと見る外はない。我々の先祖は明るい大地の上下四方を仕切って、まず陰影の世界を作り、その闇の奥に女人をこもらせて、それをこの世で一番色の白い人間と思い込んでいたのであろう。肌の白さが最高の女性美に欠くべからざる条件であるなら、 我々としてはそうするより仕方がないのだし、それで差し支えないわけである。白人の髪が名色であるのに、我々の髪が暗色であるのは、自然が我々に闇の理法を教えているのだが、個人は無意識のうちにその理法に従って、黄色い顔を白く浮き立たせた。私は、さっき、お歯黒のことを書いたが、昔の女が眉毛を剃り落としたのも、 やはり顔を際立たせる手段ではなかったのか。そして、私が何よりも感心するのは、あの玉虫色に光る青い口紅である。もう、今日では、気温の芸女などでさえ、ほとんどあれを使わなくなったが、あの紅こそは、ほのぐらいろうそくのはためきを想像しなければ、その魅力を返し得ない。故人は、女の赤い唇を、わざと青黒く塗りつぶして、 それに螺鈿を散りばめたのだ。荒園な顔から、一切の血の気を奪ったのだ。私は、何ともの揺らめく影で、若い女があの鬼火のような青い唇の間から、時々黒漆色の歯を光らせてほえんでいる様を思うと、それ以上の白い顔を考えることができない。少なくとも私が脳裏に描く幻影の世界では、どんな白人の女の白さよりも白い。 白人の白さは、透明な、分かりきった、ありふれた白さだが、それは、一種人間離れのした白さだ。あるいは、そういう白さは、実際には存在しないかもしれない。それは、ただ光と闇が醸し出すいたずらであって、その場限りのものかもしれない。だが、我々はそれでいい。それ以上を望むには及ばぬ。ここで、私は、 そういう顔の白さを思う反面にそれを取り囲む闇の色について話したいのだがもう数年前いつぞや東京の客を案内して島原の住屋で遊んだ折に一度忘れられないある闇を見た覚えがある何でもそれは後に火事で焼け失せた松の間とか夕広しい座敷であったがわずかな食台の火で照らされた広間の暗さは 小座敷の暗ささと濃さが違うちょうど私がその部屋へ入っていった時眉を落としてお歯黒をつけている豊島の中井が大きなついたての前に食材を据えてかしこまっていたが畳2畳ばかりの明るい世界をかぎっているそのついたての後方には天井から落ちかかりそうな高い濃いただ一と色の闇が垂れていて。 おぼつかないろうそくの火がその厚みをうがつことができずに黒い壁に行き当たったように跳ね返されているのであった諸君はこういう火に照らされた闇の色を見たことがあるかそれは夜道の闇などとはどこか違った物質であって例えば一と粒一と粒が虹色の輝きを持った細かい灰に似た微粒子が充満しているもののように見えた 私はそれが目の中へ入り込みはしないかと思って覚えず眼見をしばらいた。京では一般に座敷の面積を狭くすることが流行り十畳八畳六畳というような駒を立てるので仮にろうそくを転じてもかかる闇の色は見られないが昔の御殿や儀老などでは天井を高く廊下を広しく取り 何十畳敷きという大きな部屋を仕切るのが普通であったとするとその屋内にはいつもこういう闇がさぎりのごとく立ち込めていたのであろうそしてやんごとない浄老たちはその闇の悪にどっぷり使っていたのであろうかつて私は予想安随筆の中でもそのことを書いたが現代の人は久しく伝統の明かりに慣れて こういう闇があったことを忘れているのである。分けても、屋内の目に見える闇は、何かちらちらと陰ろうものがあるような気がして、幻覚を起こしやすいので、ある場合には、屋外の闇よりも、凄みがある。魑魅とか妖怪変化とかの跳躍するのは、けだしこういう闇であろうが、その中に、深いとばりを垂れ、屏風や襖を幾重にも囲って住んでいた。女というのも やはりその地味の眷属ではなかったか。闇は定めしその女たちを問えはたいに取り巻いて襟や袖口や裾の合わせ芽や至る所の空撃をはめていたであろう。いやことによると逆に彼女たちの体からその歯を染めた口の中や黒髪の先から土蜘蛛の吐く雲の犬ごとく吐き出されていたのかもしれない。 千年竹林無双庵がパリから帰ってきての話に欧州の都市に比べると東京や大阪の夜は格段に明るいパリなどではシャンゼリゼの真ん中でもランプを灯す家があるのに日本ではよほど偏僻な山奥へでも行かなければそんな家は一軒もないおそらく世界中で伝統を贅沢に使っている国はアメリカと日本であろう 日本は何でもアメリカの真似をしたがる国だということであった。無双案の話は今から十五年も前まだネオンサインなどの流行り出さない頃であったから今度彼が帰ってきたらいよいよ明るくなっているのにさぞかしびっくりするであろう。それからこれは改造の山本社長に聞いた話だがかつて社長が アインシュタイン博士を髪型へ案内する途中記者で、石山の辺りを通ると、騒外の景色を眺めていた博士が、ああ、あそこに、大層不経済なものがあるというので訳を聞くと、そこらの電信柱か何かに、白昼伝統のともっているのを指さしたという。アインシュタインは、なお、太人ですからそういうことが細かいんでしょうねと、山本氏は注釈を入れたが、アメリカは、 とにかく、欧州に比べると、日本の方が、伝統を、惜しきもなく使っていることは事実であるらしい。石山といえば、もう一つ、おかしなことがあるのだが、今年の秋の月見に、どこがよかろう、ここがよかろうと、首をひねった挙句結局、石山寺へ出かけることに極めていると、十五夜の前日の新聞に、石山寺では、明晩、元月の客の鏡を添えるため、 林間に拡声器を取り付け、ムーンライト・ソナタのレコードを聴かせるという記事が出ている。私は、それを読んで、急に石山行きを止めてしまった。拡声器も困りものだが、そういう風では、きっと、あの山の方々に、伝統やイルミネーションを飾り、にぎにぎしく景気をつけてはいないかと思ったからである。前にも、私は、 それで月見を不意にした覚えがあるのはある年の十五夜に須磨寺の池へ船を浮かべてみようと思い同勢を集め十爪を持ち寄って繰り出してみるとあの池のぐるりを五色の電飾が華やかに取り巻いていて月はあれども泣きがごとくなのであったそれやこれやを考えるとどうも近頃の我々は伝統に麻痺して。 照明の過剰から起こる不便ということに対しては案外無感覚になっているらしい。お月見の場合なんかは、まぁ塾方でもいいけれども、待合、料理屋、旅館、ホテルなどが一体に伝統を浪費しすぎる。それも逆寄せのためにいくらか必要であろうけれども、夏など、まだ明るいうちから転倒するのは、無駄である以上に暑くもある。私は 夏は、どこへ行っても、これで弱らせられる。外が涼しいのに、座敷の中が馬鹿に暑いのは、ほとんど、十が10まで電力が強すぎるか、電球が多すぎるかのせいであって、試しに一部分を消してみると、にわかにスーッとするのだが、逆も主人も、一向それに気がつかないのが、不思議でならない。元来、室内の灯し火は、冬はいくらか明るくし、 夏はいくくらか暗くすべきであるその方が、冷量の気を催すし、第一虫が飛んでこない。しかるに、余計に電灯をつけ、それで暑いからといって、扇風機を回すのは、考えただけでも煩わしい。もっとも、日本座敷だと、熱がそばから散っていくので、まだ我慢ができるけれども、ホテルの洋室では、風通しが悪い上に、床、壁、 天井等が熱を吸い取って四方から反射するので実にたまらない例を挙げるのは少し気の毒だが京都の徒ホテルのロビーへ夏の晩に行ったことのある人は私のこの説に同感してくれないであろうかあそこは北向きの高台に寄っていて比叡山や尿ヶ岳や黒谷の塔や森や東山一帯の水難を一望のうちに集め 見るすがすがしい気持ちのする眺めであるがそれだけになお惜しい夏の夕方せっかく三四水明に対して爽快の気分に浸ろうと思い牢に密る両風を慕って出かけてみると白い天井のここかしこに大きな乳白ガラスの蓋がかんめ込んであってどぎつい明かりが中でカッカッと燃えているそれが近頃の洋館は天井が低いので すぐ頭の上に火の玉がくるめいているようで熱いことといったらない体のうちでも天井に近いところほど熱く頭から襟首から背筋へかけて炙られるように感じるしかもその火の玉が1つあったらあれだけの広しさを照らすには十分なくらいであるのにそういうやつが3つも4つも天井に光っていてその外にも小さなやつが壁に沿い 柱に沿うていくつとなく取り付けてあるのだがそんなのはただ隅々にできる熊を消している以外に何の役にも立っていないだから室内に影というものが一つもなく見渡したところ白い壁と赤い太い柱と派手な色をモザイクのように組み合わせた床が擦りたての石板画のように目に染み込んでこれがまた相当に暑苦しい 廊下からそこへ入ってくると温度の違いが際立って分かるあれではたとえ涼しい秋が流れ込んできてもすぐ暑い風に変わってしまうから何にもなるまいあそこは以前たびたび泊まりに行ったことのあるホテルで懐かしく思うところから親切着で忠告するのだが実際ああいう軽症な眺望最適な夏の涼み場所を 伝統で打ち壊していいい。るのはもったいない日本人にはもちろんのこといくら西洋人が明るみを好むからといってあの暑さには並行するに違いなかろうが何より彼より一変明かりを減らしてみたらて面に了解するであろう。だがこれなどは一例を挙げたまでであってあのホテルに限ったことではない。 間接照明を使っている帝国ホテルだけはまず無難だが夏はあれをもう少し暗くしてもよか理想に思う何にしても今日の室内の照明は書を読むとか字を書くとか針を運ぶとかいうことはもはや問題でなくもっぱら四隅の影を消すことに費やされるようになったがそのこは少なくとも日本家屋の美の観念とは両立しない 個人の住宅では経済の上から電力を節約するのでかえってうまくいっているけれども逆商売の家になると廊下階段玄関庭園表門等にどうしても明かりが多すぎる結果になり座敷や戦籍の底を浅くしてしまっている冬はその方が暖かで助かることもあるが夏の晩はどんな憂水な避暑地へ逃れても 先が旅館である限り、大概、とホテルと同じような悲哀にぶつかる。だから、私は、自分の家で、四方の雨戸を開け放って、真っ暗な中に、かやをつって転がっているのが、量を入れる最上の方だと心得ている。この間、何かの雑誌か、新聞で、イギリスのおばあさんたちが、愚痴をこぼしている記事を読んだら、自分たちが、 若い自分には、年寄りを大切にしてねぎらわってやったのに、今の娘たちは、一向我々を構ってくれない。老人というと、薄汚いもののように思って、そばへも寄りつかない。昔と今とは、若い者のの気風が大変違ったと嘆いているので、どこの国でも、老人は、同じようなことを言うものだと、感心したが、人間は年を取るに従い、何事によらず、 今よりは昔の方が良かったと思い込むものであるらしい。で100年前の老人は200年前の時代をしたい200年前の老人は300年前の時代をしたいいつの時代にも現状に満足することはないわけだが別して最近は文化の歩みが急激である上に我が国はまた特殊な事情があるので維新以来の変遷は。 それ以前の300年、500年にも当たるであろう。などという私が、やはり、老人の口まねをする年配になったのがおかしいが、しかし、現代の文化設備が、もっぱら、若い者にこびて、だんだん老人に不親切な時代を作りつつあることは確かなように思われる。早い話が、街頭の十字路を号令で横切るようになっては、もう、老人は、 安心して街へ出ることができない自動車で乗り回せる身分のものはいいけれども私などでもたまに大阪へ出るとこちら側から向こう側へ渡るのに渾身の神経を緊張させるゴーストップの信号にしてからが辻の真ん中にあるのはよいが思いがけない横っちょの空に青や赤の伝統が明滅するのはなかなかに見つけ出しにくいし広ロシ・イだと。 側面の信号を正面の信号と見違えたりする。京都に交通巡査が立つようになってはもうおしまいだとすくづくそう思ったことがあったが、京淳日,日本風の町の城主は西宮、堺、和歌山、福山、あの程度の都市へ行かなければ味わわれない。食べるものでも大都会では老人の口に合うようなものを探し出すのに骨が折れる。 せんだっても新聞記者が来て何か変わったうまい料理の話をしろと言うから吉野の三階壁地の人が食べる柿の葉寿司というものの製法を語ったついでにここで披露しておくが米一生にフッ一号の割で飯を炊く酒は釜が吹いてきた時に入れるさて飯が蒸れたら完全に冷えるまで冷ました後に手に塩をつけて固く握る この際手に少しでも水気があってはいけない塩ばかりで握るのが秘訣だそれから別に鮭の荒巻きを薄く切りそれを飯の上に乗せてその上から柿の葉の表を内側にして包む柿の葉も鮭もあらかじめ乾いた布巾で十分に水気を拭き取っておくそれができたら寿司よけでも飯びつでもいい 中をカラカラに乾かしておいて小口から隙間のないように寿司を詰めおぐふたを置いて漬物席ぐらいな重しをのせる今夜漬けたら翌朝あたりから食べることができそのひついたちが最も美味で23日は食べられる食べるときにちょっとタデの葉ですを振りかけるのである吉野へ遊びに行った友人があまりうまいので 作り方を教わってきて伝授してくれたのだが柿の木と荒巻きさえあればどこでもこしらえられる水気を絶対になくすることと飯を完全に冷ますことさえ忘れなければいいので試しに家で作ってみるとなるほどうまい鮭の油と塩気とがいいあんに飯ににじみ込んで鮭はかえって生身のように柔らかくなっている具合が何とも言えない 東京のニギり寿司とは格別な味で私などにはこの方が口に合うので今年の夏はこればかり食べて暮らしたそれにつけてもこんな塩酒の食べ方もあったのかと物資に乏しい山賀の人の発明に感心したがそういういろいろの郷土の料理を聞いてみると現代では都会の人より田舎の人の味覚の方がよっぽど確かである意味で 我々の想像も及ばぬ贅沢をしているそこで老人はおいおい都会に見切りをつけて田舎へ陰性するのもあるが田舎の町もスズランともなどが取り付けられて年々京都のようになるのでそう安心しているわけにはいかない今に文明が一段と進んだら交通機関は空中や地下へ移って町の路面は 一と昔前の静かさにふくるという説もあるがいずれその自分にはまた新しい老人いじめの設備が生まれることは分かりきっている結局年寄りは引っ込んでいろということになるので自分の家にちこまってで料理を魚に晩酌を傾けながらラジオでも聞いているより外に書斎がなくなる老人ばかりがこんな小言を言うのかと思うと まんざらそうでもないと見えて、頃来大阪朝日の天聖神五湖は、府の役人が、美濃公園にドライブウェイを作ろうとして、りに森林を切り開き、山を浅くしてしまうのを笑っているが、あれを読んで、私はいささか絵を用した。奥深い山中の木の下弓をさえ奪ってしまうのは、あまりといえば心なき業である。この調子だと、奈良でも、 京都大阪の郊外でも、名所という名所は、大衆的になる代わりに、だんだんそういう風にして、丸坊主にされるのであろう。が、要するに、これも愚痴の一種で、私にしても、今の時世のありがたいことは、ばんばん承知しているし、今更なんといったところで、すでに、日本が、西洋文化の線に沿うて歩み出した以上、老人などは、 置き去りにして遊を邁進するより外に仕方がないがでも我々の皮膚の色が変わらない限り我々にだけ課せられた損は永久に背負っていくものと覚悟しなければならぬもっとも私がこういうことを書いた種意は何だかの方面例えば文学芸術等にその損を補う道が残されていはしまいかと思うからである私は 我々が既に失いつつある陰影の世界を、せめて、文学の領域へでも呼び返してみたい。文学という殿堂の軒を深くし、壁を暗くし、見えすぎるものを闇に押し込め、無用の室内装飾を剥ぎ取ってみたい。それも軒並みとは言わない、一軒ぐらいそういう家があってもよかろう。まあ、どういう具合になるか、試しに電灯を消してみることだ。